山手二百三十四番館は神奈川県横浜市中区山手町にある西洋館である。九百二十三年九月一日に発生した関東大震災では横浜の多くの家屋が失われ山手も瓦礫の山と化した。駐留していた外国人は神戸市や上海など他の都市に移り住む者が相次ぎ震災前に七千六百五十人いた外国人は 震災の翌年には2156人まで減少した。横浜市では外国人に市外から戻ってきてもらうべく復興事業として山手屋根岸に市営住宅を建設した。山手234番館も市営ではなく民間の事業であるものの、こうした外国人向けの集合住宅の一つである。春光は1927年で、 第二次世界大戦後の占領軍による接収を経て、1980年頃まで外国人向けアパートメントとして使用された。1989年に景観の保全を目的として横浜市が建物を取得。1997年により保全改修工事が行われ、1999年により一般公開されている。1999年には、 横浜市認定歴史的建造物に選定されている。地上2階建ての木造建築で中央の玄関を挟んで左右対称の間取り。2階も同様で合わせて 3LDK の同一形式4個からなる集合住宅であった。寄せ棟作りの屋根はセメント瓦で吹かれている。通りに面した側に今県食堂、その奥に台所、 さらにその奥に三つの個室がある。建物中央部にある浴室に面して、換気と再光を目的として小さな光庭が設けられた。ベランダには、市が取得した当時にはガラス戸がはめられ、サンルームのように使われていた。一階左側の今県食堂には家具が配置され、当時の部屋の様子が再現されている。一階右側には創建当時の復元模型が展示されている。 二階は貸しスペースとして展覧会などに利用されている。設計は朝霞吉蔵で隣接地にあり同じ設計者の絵の規定との衣装の共通点も多い。朝霞は1889年に山形県に生まれ、朝野造船所や横浜選挙を経て1923年に建築事務所を開設した。震災復興にあたり数多くの建築に携わったと、 考えられているが、明らかになっているのは山手234番館と、絵の規定の二棟のみである。現在は、元町公園の施設として、館内を無料で見学できる。同公園の付属施設として、山手本通りを挟んだエリスマンテとトベイリックホールも、一般公開されている。港未来線元町、中華街駅から徒歩8分、JR 根岸線。 市営地下鉄桜木町駅から神奈川中央交通バス11系統、元町公園前下車、第4水曜日休館。ありがとうございます。